はい、皆さん毎度毎度。パーマ液をね、混ぜて使う方ね、CMC の H と N をね、1対1で混ぜて中間的なものを作ってかけてみる。実際ね、その CMC じゃやったことないけど、ロレアルのデュルシアドバンスのね、チオと一番強いチオね、今廃盤になったけどね、それ混ぜてやったことあるけどね、で真ん中くらいのパワーのものができるかなと思ったらできないんだよ。薄めた割にはやっぱり強さはそのままだったかな。結果じゃなかったよね。あれやっぱ使いにくいっていうの、混ぜない方がいいよね。甘液はね、知ったかぶりでね、何か混ぜたりね、余計なもんね足してね、トリートメントかなんか入れてね、余計なことしない方がいいよね。本当にケミカルオタクの知ったかぶりでろくな結果になんないと、もう何ができるか分かんないっていうの、科学を知らないから混ぜることができるんだよね。この間もね、ちょっと髪の毛が汚れてる人がいてね、で濡らすとめんどくさいからドライのまんまパーマ液ぶっかけてさ、パーマ液かけると結構さ汚れが落ちるじゃない。で最後にシャンプーすりゃいいやと思ってさ、2剤にシャンプー混ぜたんだよ。したらね、レモンシャンプー黄色いやつね、したらね、10分か15分ぐらい置くと固まるんだあれね。黄色い部分がね固まってんの、何がどうなってんだか分かんないけど。はい、動画の方はヒッピーパーマもう後半だね。ちょっとね、巻くのが中途半端に長くてね、ペーパーをね、なんか巻きにくくてね、おっさん背中緊張してんね。ちょっと巻きにくかったね、慣れてないからね。半端にペーパーで押さえるからさ、巻きにくいんで、ペーパー使わなかった方が良かったね。ペーパー使わないで、昨日なんかちょっと出したっけ、押さえるやつね、押さえるプラスチックのカバーでピチャってやってね、その方が良かったね。こういう慣れない仕事をやってる最中っていうのは必死でさ、思いつかないんでね、そこまでね。まあ、全部巻き終わってね、パーマかかってから落ち着くとね、まあいろいろああだもね、こうだもねって思いつくんだったらしいことがね。パーマ剤は余計なもん混ぜないのが一番。ケミカルオタクの方とかいろんな方いるけどね、 PPT 入れるだのヘッタクレだのなんか言ってるけど、水混ぜただけでも不安定になるっての、髪の毛に残ってる水だけでも不安定になるのにかかり具合がね。ここになんかさ、グルタミン入れるだの、 PPT 入れるだの、ケラチン入れるだのなんだろうって、何ってどうなのってわけわかんなくなっちゃうよ。まあこうやって言うとね、本当にろくなパーマ液になんないよ。もともとろくなパーマ液使ってないからいろんなもん混ぜてるんじゃないかな。ちゃんと名だたるメーカーのいいパーマ液使えば混ぜなくていいと思うんだけどね。なぜケミカルオタクになってしまうかね。ディーラーかなんかに騙されて変なパーマ液売られてんじゃないの。そしてやっぱりうまくいかなければケミカルオタクになっちゃうよね。でいいパーマ液に出会えば、パーマ液塗布して巻いて乳液かけりゃ OK みたいなね。まあ、パーマ液でもヘアカラーでもね、ディーラーのね、材料屋さんのね、利権で買わない方がいいよね。材料屋さんが儲かる、勧める商品っていうのはろくなもんないかもしれないね。まあ、中にはね、売れ筋持ってきくる方もいるけどね、これとっても売れてると、昔から売れてるとかね、そういうのは安心できるけどね。そうじゃなくてね、ただ単に利益幅の大きいものだけ売る人いるから、それ注意だよね。はい、お疲れ様でした。